武蔵さん、お久しぶりです、はい、久しぶりやな。お久しぶりです。いや、皆さん久しぶりですほんまにご無沙汰しております。すいません、開けちゃってだいぶね、うん、今回はまたどうして。実は20世紀最強の暴君と言われたあのピーター・アーツが実は YouTube を始めてましてそして出てくれないかっていうずっとオファーを受けてて、ピーターも日本に住んで、うん、東京に住んで、でいろいろあの格闘技の動きをいろいろしてるから、今回はちょっとそういう話もいろいろ聞けたらええなと思って、どうせ出るんやったら武蔵チャンネルも一緒にコラボしようやないかということで再び始まります。それでは早速今日の応募のゲスト紹介していただいてよろしいでしょうか。読んで、はい、構え。20世紀最強の暴君ピーター・アーツ。イエーイ、来た、よし、よろしくお願いします。ロングダウンの G って言うんだけど意外にちょくちょく合ってるって実際ピーターと実はあんまり練習とかしたことがなくて、それが96年、大昔になるけど、初めてオランダに修行行った時に初めてピーターと一緒に練習して、その時はまあスパーリングデビューしてまだ間がなかったんやけど、何回倒されたかわからんぐらい倒されたから、今日はまあほんまに久しぶりにちょっとスパーリングしたいな。おお。Yeah, it's nice, you know, I didn't see him long time, you know, with my brother. So we had some fights together, so, but today we're gonna do some sparring. Bring my mouthpiece. No, we enjoy and we do some nice things together. So, and with the sparring. なんか昨日ピーターアーツが、なんか俺のことを倒すって言ってたらしい。おもう。正直言っていいですか、まああんまりわからんかもしれないけど、俺足結構震えてます。Ah!
昔になるけど、96年のオランダ事業を先あとも言ってくれてましたけど、まあ地獄のような10日間かの修行を思い出しましたね。本当にありがとうございます。Thank you very much. I enjoyed it very much and I still have the feeling, the distance, he touched me a few times, so it was really nice to have itStill the feeling in our touch to three punch kick, so still the combination. But you do all this live already, so you don't forget. Yeah, 忘れかけてましたけど、再び思い出させてくれました。よし、じゃあちょっと今から実際のテクニックをやっていくんですけど、まあこれは僕は2003年ピーターアーチと東京ドーム準決勝で戦った時に実際使った技なんですけど、まあ打ったり蹴ったりという派手な技ではなくて、まあ、僕みたいなもともとヘビー級じゃない体の大きくない人間がいかにいろんな技を駆使してでかいヘビー級に勝っていくかっていう上で、まあ空手出身の僕がさばきという技で、ピーターズが出てくるときにこう手間のくじくというかそれ崩して僕はうまくかわすっていうそういう技を使ったんですけど、その一つちょっとさばきをやりたいと思います。お願いします。ピーターズがワン、ツーを僕に目がけて打ってくる。それに対して僕はさばきながら相手にちょっとサイドに入りながら前足を蹴って崩してサイドに入りながら膝蹴りを打つ。ここから体力入れ替えて離れるっていう、でまた仕切り直すっていう、これをね、またゼロです。そういう戦い方をしてます。お願いします。よし、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 これはですね、アーツはワンツーのツーを当てたくて前足に思いっきり体重が乗ります。その時に崩されると
体を崩されやすいんで、僕はヘバのくじけるそういう技です。ムエタイのジムに練習行ってたんで、はい、やっぱそういうところでヘビー級で生きていく日本人としてヘビー級が使わないの選手が使わない技とかを身につけて、こうそういう技、ヘビー級が使わないの技を対応しようっていう、それで引き出しを増やそうと思っていろいろな技術を、まあ、体育会学んでたけど、今の選手は彼階級の選手でももう接近戦がメインになって、そういういろんな技を使うっていう選手が少なくなってる気がしますね。There are heavyweight setting, many good lightweights, Japan really good lightweights, but heavyweight not too many. There are few guys in Holland, but also not two, three really good one, and the rest also. 今結構喋りましたけど、あの後のあのトークでこれ全部喋る、今全部カットで。お願いします。おお、すげえ。いろんな昔の話とか戦った話とかそういうのができたらいいなと、みんなによろしくお願いしますみたいな、ものすごい満面の笑みでお願いしますお願いしますっていう、本家はこの人ですよ。いろんな意味でやっぱいろんなトータルしてボークですよ。 Hope you have collaboration a lot of times in the future. お願いします。